すごいですね、はい、ご覧ください。うわこんにちは、失礼いたします。写真撮ってたじゃん。あ、撮りました。何あれ、あの喫煙所に来たら、ね、うん、もう 桜島ですよね、うん、桜島が見える喫煙所で、うん、ちょっと話しかけてきて、うん、加熱式なので、うん、力貸してあげられなかったんですけど、うん、そしたらなんかたわいもない話が展開していき、展開していき30分ぐらいなんかあのちゃんとお話しして、いい出会いでした。優しい方で本当に体気をつけてねって言われて、そちらこそ、そちらこそ、ね、すごい出会ってるね、知らない間に出会ってね、もうなんか地元の方とちゃんと触れ合える機会があって嬉しい、本当に。しかもなんかちゃんとスルドも食べました。あ、食べたの？食べました。美味しかったでしょ。美味しかったですね。そう、美味しいのよ。近いな近いな。そのおばちゃんも、うん、あのここのスードが一番美味しいって言ってました。言ってくるんだ。マイティワックスさんにお勧めされてうどん食べましたけど、うん、やっぱ本当に皆さんの中で馴染んでるんですね。もう有名なんですね、フェリーのうどんが美味しいっていうのは。だってこっちの人みんな日本で一番美味しいって言うもんね、そのうどんね。いや、確かに本当に美味しかったです。じゃあミレさんに。そう。だからね、ミレさんに向かいます。はい、はい、行きます。あ、うわー、おしゃれ。今日はね、このビルのお二人のお知り合い あのご飯屋さん、そうかっこいい方がいらっしゃるみたいなので、はい、そこで場所借りて、はい、ちょっとインタビューをさせてもらいたいと思います。はい、今近いし安いですよね、かもしれません。そうですね、一人でピピッとね、4000円とかでしょ。あれですよ。マジですか。あれ、そうです。YouTube で1回60円のやつ来ました。マジですか。なんで車で来てんだろう。なんで旅だ。うわー、すごい。あ、ここがあったわ。え、ここ綺麗。なんかすごいね。ね、一番下みたい。おしゃれ。かっこいい。3人並ぶ感じ。はい。あ、L 字スミ。あ、そうですね。L 字がいいかもしれないです。こんにちは。こんにちは。本日の人脈解放宣言チャンネルは鹿児島県鹿児島市セレクトショップミルスのお二人を開放いたします。よろしくお願いします。2回目の、ね、ごちゃごちゃっとなりましたけどお願いします。じゃあ奥の方から掛野崎さんですね。はい、掛野崎です。はい、よろしくお願いします。前回ね、噛みまくって参戦した。はい、今日ね、あの噛んでました。はい、1回目の放送ね、もう呼ぶことをやめたといういや、もうすごい饒舌に喋るから、うん、本当ですか。編集のパワーですよ。助かりました。いや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 完璧な編集で、はい、ありがとうございます。で、センターマンがね、鳩野さんですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。鳩野です。あの前回結構ね、お二人にはあの活動内容みたいなものをインタビューさせていただきまして、はい、このチャンネルの第2回目の放送で出てもらいました。はい、でもうね、店舗の内装がすごいじゃないですか。ありがとうございます。はい、あれどこなんどこなんって、いや鹿児島って書いてんじゃないかって。で今日はあのうちの編集チームも、はい、あのお店覗かせてもらって、はい、もう大感動で、
服もね、いろいろ揃えちゃって。ありがとうございました。僕もね、たくさん買ってます、ね、僕も買っちゃって、金持ちそうでしょ。サイズもジャストっていう。はい、サイズもジャストだったんですよね。はい。今日はですね、鹿児島の町もちょっと紹介してもらいたいなということで、お友達 の、 あの中華料理屋さん、はい、こちらですね、林光華園さん、ね、ちょっとこちら会場でお借りしてます。よろしくお願いします。で、今日はちょっと、まあ、ドリンクだけで楽しませてもらうということでね、乾杯させていただきましょう。はい、じゃあよろしくお願いしま す。今日ね、何の話しようかなと思って。何話します？何あります、ね、まあ、2022年入ったんですけど、2020年、21年、やっぱきつかったじゃないですか。そうですね。で、鹿児島ってなんか定期的にクラスターが出て、うん、はい、まあ、なんか来るたんびにね、結構大変なんですよって言われてて、あれから、どうですか、2021年の暮れぐらいには復活してきた感じ。まあ、町としては。戻ってきた。なんか夜の ご飯屋さんとかは盛り上がってきて。そうですね。洋服屋どうですか。まあ、まだね、元気ない店が。ああ、そうか、なんか読めないですよね。すっごい多いなっていう日もあれば、シーンとしてる日もあって、はい、なんかよくわかんない、どうしてんだろうってみんな何してるんですか。古着だけは若い子に、あ、古着は刺さってるんですね。古着すごい、いい感じはあるんですよ。いや、今日だってうちの編集部の子たち、まあ、22とか23ぐらいなんですけど、うん、もうすっげえハマっちゃってて、嬉しいです。もう楽しい楽しいっつって。まあ、その様をね、なんで俺撮ってないんだっていうね。最近よくね、撮り忘れるっていう。あれを見て欲しかったっすね。はい、そうですよ。だからあれに比べたらちょっと今のね、トーク弱いかもしれないですけどね。はい、全然上げてきますんで。怖くなかったっしょ。優しくしていただいた。優しく、可愛がりをね。可愛がりを。入ってちょっと喋ってもらうと、はい、もうなんか来やすいみたいで。はい、そうですね。彼もともと人見知りなんですよ。あ、そうなんですか。です、ね、彼が怖いって言われる。あ、いやいや、いや、正直僕最初怖くて、だから1年か2年ぐらいずっと波多野さんだけに LINE 送ってたんですよ。どういじっていいか分かんなくて。いじり放題なんですけどね。本当ですか。 ある日急にポンってきたから、確かに、あれ、これ親と、これやっていいのかな。彼があの洋服屋で働いてて、はい、僕はそこに就職したんですよ、はい、若い頃。あ、そうなんですか。初めて5秒ぐらいで話しかけてきて、はい、いや、あのね、距離感なさすぎる。ないですよ。これはすごいなと思って、はい、そっから一緒にやりたいなみたいな。あ、そうなんですね。すごい仲良くなりました、一瞬で。あ、それなんだ。あ、じゃあ巻き込まれた。あ、なんか会わないと慣れないんですけど、はい、1回目で慣れて、すごい緊張ほぐれて、はい、初出勤ってやっぱ緊張するじゃないですか。します、します、はい、彼のおかげで、はい、それめっちゃ面白い話があって、聞かせて、それ初めて聞きますよ。地元紙で、はい、ネームっていう雑誌があったんですけど、はい、それで10週連続、はい、人気投票で勝ち抜いたら、はい、インタビューがあるんですけど、はいはい、もう9週目突入してるやつが入ってくるっていう、はい、もう会社内で、はい、すげえやつ入ってくんぞみたいな。期待の新人だったんですか。期待の新人が、はい、入ってくんぞってやつ、はい、そうなんですか。みんなどんなやつが来るんだみたいな、はい、そしたらもう僕ガッチガチで来る。言いましたよ。で、見事10周目で落ちるんですよ。勝ち抜けなかった。あ、そうなんですね。緊張して自爆。それは関係なかった。はい、もう写真で写ってるだけなんで、僕は何もしてないんですけど。はい、はい、だってかっこいいですもんね。いやいや、でも、ね、まあ、知り合いが投票してくれたりとかするんですけど、まあ、10ヶ月連続勝ち抜いたらなんか特集組まれるみたいな、はい、雑誌1ページ載れるぞみたいな感じがあったんですけど。さっきこれ始める前にアイドリングトークしてる時に、はい、あの、なんかアンアン、アンアン、アンアン乗ったんですか。そこ来ますね。いや、いじらざるを得ないでしょ。あ、もうアンアンに乗ったんですよ。オープン前だっけ。オープン5、え、どっ
っちだったかな、10年前ぐらいですよ、うん、脱いだ感じですか。脱いでないです、脱いでない、いや、アンアンといえばちゃんと、はい、茶色を脱いで、恥ずかしい薩摩っ子が桜島をバックに、なんかやってました、マジで。これでもこれ見てね、あのいらっしゃるこれからのお客さんとかはもういじり、あ、もう多分大丈夫です、ね、いじり放題ですね、はい、もうぜひお願いしますぜひ可愛がってくださいと僕は本当いじる側だと思われるんですけど最初は、はいはい、確かにだけどいじられる側なんで、いじられる側なんですね、はいはい、僕あの友達にめっちゃ心配されたんですよ、はい、あの人と普段何をしてるの普通に喋ってるよみたいなあんな人と大丈夫みたいな、へえ、はい、もうでも今はみんな仲良くて、はい、はい、いや知らなかったっす。だってもう僕4年5年ぐらいの中でしょ。そう、もっと長い気がしますけど、もっと長いか、そんなもんですかね、あ、でもそうか、6年ぐらい経ってるのかな、結構経つ気がしますよね。いや今日初めて知りましたじゃあ2022年からは違う対応させてもらいます確かに確かに確かにぜひぜひ、はい、いやいや、まあなんかこういう人間って分かってもらったんで、で鹿児島にもね、水さんまで来てほしいんですけど、ぜひあの店内とかね、でこのね、美味しい中華も食べてもらったりとかね、ぜひ、うん、したいんですけど、でもまあなかなかね、物理的に来れないなっていう方は、うん、この間もね紹介したんですけど、結構まだ飲みの市もね、2021年も結構出られて、やってます。でどこ行きました？熊本、はい、福岡、福岡、小倉も、北九州、北九州、まあ門司港ですね。門司港、ああ。はい、いいとこっすよね。五穀神社のみの市っていうのがすごい大きい神社内で参道でみんなで販売するんですけど、はい、ええ、それが何万人ってお客さん来るんで、あ、そんな来るんですか。はい、いやそれもその主催者と人と仲いいんですけど、はい、あのナイジェル・ケーボンからオファーがあったらしいんですよ。ええ、本人、はい、そのイベント自体に、はい、でその人ナイジェル・ケーボン知らなくて、マジっすか、はい、後からナイジェル・ケーボンって知ってるって言われて、はい、知ってますよ。いや、オファーがあったけど、なんかよくわかんないから断ったんですか。断ったいやいや、それはやりましょうよ、みたいなだ、いや、ダメっすね。いや、マジこの出店者の人もすっごいおしゃれで、はい、まあ、雑貨とかアンティーク家具とか、はい、あれ、店舗持ってる人限定だもんね。あ、そうです。あ、そうなんですか。店舗がないと出れない。全員、はあはあはあ、オーナーさんたちなんで。へぇ、はい、あれ、お店の内装も全部もうそこで買い、そこで仕入れてるんですよね、はいはいはい、いや、あれね、あれすごいあれ本当ね、飲みの市も行った方がいいと思う。あ、行った方がいいです、ね、絶対行った方がいいです、はい、今年はね、あの東京で リアル会、はい、この人脈解放宣言の前後から集まって、ちょっとね、あのやりたいんですよ。あ、もうそれはめっちゃいいっすね。ぜひ来てください。ぜひ、行かせていただきます。ぜひ来て。で、ね、アパレルの人も多いんですけど、はい、そうじゃない人も呼ぶんで、何かがね、起こればいいですよね。確かに僕、喋れないかもしれないですけど、大丈夫です。あの、後ろから二人羽織形式で。ケンちゃんの後ろで、そうそうそう。でも面白そうですね。もうね、なんかずっとやりたくて、確かに、で何かみんなでアクションしたいんですけど、やっぱ皆さん、すごくそれぞれのキャラが立ってるんで、うん、会わないと、会えば早いんですけど、うん、会うまでは多分すごい様子見されるんで、じゃあやっぱり洋服屋ってちょっと壁が、はい、まあ、そうですよね、うん、そうですよね。だから、あ、壁あるなと思ったら僕ハザさんを送り込むんで、ハザさんちょっとお願いします、はい、ナンパはできないんですけどね。あ、そうですね、あ、ナンパあっちの担当ですかね。僕はできないです。アンアンですか。なんたってアンアンなんで。アンアン見たって言って、はいはい、もっとできないです。それ、うちの編集部がね、もうね、行く先々で、あの女性の先輩方とね、写真撮ってるんですよ。一緒に歩いて帰ってきて。いや、だから結局、やっぱり彼らに頑張ってもらいたいですよね。そうですね。そういうのは。そうそう。君たちだぞ。そう、君たちなんだよ。で、彼らから、ちょっと質問、まあ、急遽で申し訳ないですけど、はいはい、で、答えられなかったら、もう背骨丼のように。そうですね。はい。はい、無回答でもいいんで、はい、わかりました、わかりました。じゃあちょっとぶつけさせてもらっていいですか。はい、ミルさんって共同経営に、はい、ところがあるんですけど、はい、役割分担というか、そういうのはどういうふうに決めてたのかなというか。いや、決めてないですね。
あ、だって1回目の動画で俺が決めたんだもん。そうなんですよ、うん、ビューティー担当。あ、ビューティー担当です。ビューティー担当です。はい。ビューティー担当です。はい。でも決めてないんですよ、ね。決めてないっすね。確かによく言われるよね。うん、喧嘩しないのとか。仲いいね。でもそういうのは逆に超えて、そう、ね、なんか、でもお互い信頼し合ってる感があるからできるのかも。まあ、彼が持ってくる服は別に売れるし。うん、僕が持ってくる服も信用して売ってくれるし、多分お互い一回信頼し合ってからだったらできる気がするっすよね。ええ、利害関係だと難しいっすよね。そうそう、お金先に立つとどうしてもね、揉めちゃうんで、二人で儲けようぜみたいなスタンスだと、ええ、なんか難しいのかもしれない。最初は遊びで始める感じのノリで始まったから、はいはい、ええ、別に仕事としてやろうぜみたいな感じじゃなくて、はい、なんかそれの延長線上じゃないですけど、うんうん、だから仲良くというか、まあ、やっていけんのかなっていう気はしますけど、ね、揉めた時の揉めるきっかけみたいなのっていろいろあるんですか？なんか、まあ、でも多分一番はやっぱり大変な時のストレスだよね、はい、うん、そうか、この先どうなるかとか、もう不安だし、やっぱり、うん、やってればお金も入ってくる。はい、うん、そっか、やれば動かないと入ってこないから、うん、入ってくればね、2年目3年目とかそういうのにぶつかるじゃないですか。いや本当ね、あれ石戸目でも3年ってよく言ったもんですよね、うん、よく言うと、やっぱストレスあったんじゃないかなっていう、はい、でそこを超えるとやっぱりお金からのいい付き合い方もできてくるし、そうか、うん、まあここをこうすればここは避けれるみたいな、はい、うん、覚えてくる。で揉める前に、あ、これこういう道行ってるぞっていうのもお互いに分かってきて、ね、うんうん、まあ、確認作業もできて、一応定期的には今後の展開の確認はしてるよね、うん、え、ミーティングっていう形、ミーティングっていうか、まあ、まあそれこそ飲みの市行くときに車の中でどうするのか、うん、あ、いや、あの車の時間いいっしょ。そうっすね、もうがっつり喋れる、すっごい喋れるんすよね、うん、結構そういうのはしてるっすね、うん、お客さんいない間に、はい、ああ、そっか、うん、まあ、暇でぼーっとしてるよりね、そうっすね、服が好きだから服の話をして、はい、その話の流れでそういう話になっていきます、ね、うん、現実も交えながら、うん、だから一つの大きなお互い好きな柱があるっていうところがポイントなのかな、うん、そうっすね、確かに。どう答えになってるっすかね、はい、うん、質問忘れた。答えになってるマサト君どう？好きなことを仕事にしているっていうところ折れたりとか、なんかもうやめちゃおうかなみたいなところですね。なんかやめちゃおうかなだけはないかもね。ないね。いつどんな時でも、いや、やめないって、うん。だからどうやってそこを乗り越えるかの方が。そのなんか乗り越えられた秘訣って、好きだからって。まあ好きだから。あと他の生き方があんまり分かんないっていうのも。共同経営のなんかいいところなんですけど、お互いに励まし合えるのは絶対大きいと思うんですよね。一人じゃ、一人でやめるかも。どっちかが落ち込んでたら、どっちかが、いや、プラスに考えるっていう話をすれば、絶対大丈夫。かっこいいね。あとは最初は、もう始めるときはもう勢い、勢い、マジの勢いでバンって始めて。だから若い方がいいよね。なんとかなる。とりあえずやっちゃえとりあえず、はい。変に賢くなったらブレーキ踏んじゃうっすよね。そうなんですよね、はあ、うん、あとお金に振り回されない方がいいっすよね。あ、そうっすね、お金って結局くだらないんで、はい、うん、お金で揉めるのはね、しないし、うん、そう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 、そう、それで揉めるのが一番良くないっすよね。悩むのも変ですし、うん、最初はもうとにかくやった方がいいっすよね、はい、うん、どう、あの独立したばっかなんでね、2人でね、はい、今ね一番聞きたかったんじゃないかな。そうですね、2、3年目にちょっと思い出してくれたらいいですね。あ、そうね、一番もやっとする時期が、そう、もやっとするんですよ、うん、でもなんか定期的に会えばいいよね。確かに、会って、確かに、うん、一緒にご飯食べて、うん、そうそう、最低年1で10万ずつ握りしめてこいよ。
商売してる。そうそれもあれっすよ、ね、そうもう来てもらうために俺らもや続けた方がいい。そう結局はい、だから1年間で売り上げ20万確保しましたから。そうですねまあちょっとね、そんなね陽気でポップな、ね、会話が続いたんですけど、うん、僕ねこのね、はい、林子海園さんちょっと紹介したいんですよ。じゃあ紹介してください。はい、ぜひぜひ。いやなんか店長すごいかっこよくて。店長呼んでいいですか。店長でいい、ちょっと、はい、お願いします。いやちょっとかっこよすぎるんだけど。え、アフガンじゃないですよね。アフガンはこっち。ちなみに、はい、アフガンで髪をこう引き上げて、はい、上半身裸で釣られてますよ。はい、脱いでるじゃん。嘘じゃん。ちょっと待って、嘘はやめ。何を見たのそれは。じゃあちょっとお名前と、はい、この林子海園で店長する巻き角のレイ。お前もかっこいいじゃないか。かっこいいっすよね。はい、ちょっとダメだ、やめだこれ、かっこいいすぎるわ。そうそうそう。もう何年ここ、何年してる。ここは今6年目に入って、もともと違うところで、うん、近くでやったんですけど、この店の歴史自体は80何年ぐらい。え、そう、めちゃくちゃ古い店なんですよ。マジっすか。ソウルフードです。だから麻婆豆腐、鹿児島のソウルフードなんですよ。え、そえでも このここの店がソウルフードにしちゃったんですか。そうです、もう鹿児島の。でもマジか。いや、ちょっとやっぱ鹿屋と鹿児島、火分けなきゃダメだわ。どっちも美味しいんだよな。肉めちゃうまいんだ。そうですね。ちょっと一日あげてから今度は鹿児島来るようにします、ね。そうですね。いや、こいつも彼と翔ちゃんと一緒で、はい、最初めちゃくちゃとっつきづらかったんですよ。はい、もう全然心開かないし。だって僕入ってきた瞬間、うわ怖い人だなって思って、はい、もうだいぶいじってますけど。はい。ね、全然仲良くなんないしね。最初ね。最初、見てる人があのこれ見てもらって、ミルさんで服選んで、で晩ご飯ここに来て、その流れ作りたいなと思ってるんですけど、はい、僕やっぱドア開けた瞬間ちょっと怖かったんですけど、はい、でも本当はシャイなだけだと。シャイなんですよ。シャイなだけなんで、どんどんいじってもらいたいと思います。シャイとシャイです。そう、シャイとシャイね。シャイとシャイ。シャイとシャイ。いじられてもいい対応はできないですけど、あんまり。そうね。あ、でも、徐々に徐々に。ニコニコしてるんだけど。ニコニコして、すごいいい笑顔されるんで。はい。おすすめ料理とかあるんですか。ということ、先ほど言ってた、愛の麻婆豆腐っていう。はい。のが、まあ、一番、まあ、有名かもしれないですけど、はい、結構歴史が長いんで。それはもう絶対マストで行ってもらってって感じですね。まあ、スパイシーだけど結構、まあ、その中国人の、まあ、中国人の人たちがその1代目、2代目、3代目ってやって、はい、でまあ、4代目なんですけど、はい、4代目もまあ別のお店でやって、でまあ、結構中国の、まあ、本格的な料理なんですけど、はい、なんかそれに、はい、結構徐々に徐々になんか日本人の味に合わせて味覚に近づけてって、ですね、辛さの中にもうまみとかがあるような味付けにどん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 変わってきてるらしいですね。自分も、はい、その歴史全部知らないんですけど、はい、じゃあ鹿児島に来てくれた方はね、ファッションでも楽しんで、あんもね、味でも楽しめるんで、もうぜひね、やっぱり遊びにね、来てほしいですよ ね、まあ、鹿児島を楽しんでもらいたいですね。そうね、うん、確かに。まあ、あとね、残りちょっと編集で入れとくんで、はい、おすすめのスポットとかあったら後で教えてもらいますね。わかりました。はい、今日はね、もう多分尺ギュッとなるんで、確かに、うん、もう編集が困りますから、はい、ね、この辺で、くだらない話しかしない。あ、そう、はい、アウガンの話がほとんどでしたね。あれだけで全部埋まっちゃうかもしれない。まあね、こんなちょっとね、鹿児島ね、すごく暖かくていいところなんで、はい、もうぜひ遊びに来てもらいたいと思います。よろしくお願いします。はい、本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。こっちはもう、あ、こっち、もういい、ディープ、すごい、ディープ、どうすか、これ、すげえ、
二人をここで。西郷さんの子孫のビルなんですよ。西郷家の。西郷家の子孫の建物だ。いやそうですね。あれなんか2人格好似てないですか後ろ姿。似てんだよ。兄弟ですからね、めちゃめちゃ似てるな。俺が川内さんに憧れてこれ欲しかったんですよ。これいやそんなこと言ったら俺もあの小指に指輪はめてるの今。そうそうそう。そんなこと言ったら近づいてきてるね。じゃあもうちょっと体重増やしてもらって。そう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 、体積を。なるほどね。体積、男は体積。中身から変わろうと。身長じゃなくて体積だっていう話。はい。今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。まあいろいろあの道もね案内してもらって、瀬古堂にもね挨拶をして、はい、はい。あれは何なんだあの建物は。分かりません分かりません。単なる公民館ですよ、ね。何もわかりません。り、はい、それで今ね最後ミュウさんが集まりました。はい。もうぜひね見てらっしゃる方はね。来てほしいですね。来てほしいですね。もう、対面で会いたいです。で、たまにはこういう急遽ね連れ出してね店が閉まるってこともあるんで。そうですね。はい。宣伝連絡入れた方がいいのか。山でも大抵いるんで。はい、ああ、まあ、ね、まあ、まあ、イレギュラーですもんね今日は。まあ、今日はイレギュラー。さて、こんな鹿児島市のミルザンでした。遊びに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。